今までのクラウンと違ってなんか、はい、こうスマートというか、はい、顔がかっこいいですね。はい、かっこいいしか出てこないですけど。今回のクラウンは SUV とセダンの融合のクロスオーバーという全く新しい、うんはい、形になっております、ね。今までのこうクラウンよりは SUV に近くなったって感じですよね。見知らぬのイメージもかなり変わってると思います。うんはい、本当ですね、はい。結構丸みがかった車って好きで、はい、この車も。はい丸みがかって、なんかいいですよね。そうですね。はい、本当綺麗っていう言葉が一番、なんか似合ってる感じですよね。そうですね。はい、ライトって結構重要ですよね、はい。その車の特徴になりますもんね。そうですね。かっこいいですよね。はい。中広いですね。そうですね。ゴルフバッグが3つ乗る設計になっております。はい、すごい重要です。はい。もうやると思いますので。そうですね、はい。結構やる方多いと思うんで。はい。でも本当この足だけでって、楽でいいですよね。そうですね。これは楽。すごくいいと思います。助かります。今ご紹介させていただいた、はい、クラウンのグレードが G アドバンスというグレードになります。はい、この後試乗車と入れ替えますので、はいはい次の車が G アドバンスドレザーパッケージになります。じゃあ両方とも 2500cc のハイブリッドになっておりますので、はいはい、この後試乗でも体感いただければと思います。はい。はい、これがデジタルインナーミラーっていって映像を映します。え鏡がこのパターンで映像ここで切り替え。これが普通に普通に、ね、こう鏡で、はい、で、はい、えこれが戻してもらうと映像になります。はい、すんごい静か。はい、まあ言いましょう。はい、はい、この静めちゃくちゃ静か。はい、すごいスムーズですね。そうですね。低速時は本当にモーター駆動で走ってきますので、はい、静粛性も高いですし、乗り心地も高いです。いただいて、はい、右折していきます。はいこちらも映ってますね。はい、なんか教習所にいるみたいですね。なんか見られて。そうですよね。なかなかない光景ですよね。はい、でこちらを左に、はいはい、撮っていただくと、はい、力ある方が楽ですね。ちょっとの踏み込みで。そうですね。出るんで。交差点もやっぱ今みたいにあるといいですよね。そうですね。モニターが出るっていうのは、はい、そうですね、はい、低速時だけは映りますので、うんうんはい、あとはこちらの 12.3 インチのナビゲーション、うん、エージェント機能っていうのが使えて、はい、ちょっと面白い機能がございます。助手席の窓が開けられるって仕組みがあるんですけど、ちょっと助手席の窓を開けて、ワンタッチはこのまままっすぐで大丈夫です、はいはい、あすごい本当今勝手にこう開けてくれたんですけど、運転席も使います。運転席の窓を開けてっていうと運転席、運転中にこう操作しないでこう音声だけでこう開けることが可能です。はい、でもこのシートもなんかすごいフィットしますね。そうですね、なんかはい、よく腰のところってあるじゃないですか、このお尻のちょっと上あたりですか、はい、とかお尻のところが、はい、なんか浮いてしまう、はいことあるじゃないですか、結構、はいはい、それも結構ピタッとこうくっついてるんで、はいはい、一応そこも調整もできるので、はい、こう出したりこう下げたりっていうのが細かい調整もパワーシート8ウェイ型なので使えます。僕今まで、はい、ここにやっぱどうしてもスポーツやってたので、はい、腰が痛くならないように長距離運転するとですね、はい、まあよく座布団なんか布団じゃないですけど、はい、なんか入れてたんですけど、はい、今これ入れなくてもちょうど、はい本当当たるぐらいまでちゃんとピタッとこうくっついてるんで、はい、運転しやすいですよね。はい、ランバーサポートっていうものがついております。はい、以前マジェスタに乗ってたと思うんですが、はい、比べてどうですか？いや、こっちの方が楽ですし、はいはい、楽っていうのも本当はスムーズさと、はい、スッと止まる時もそうですし、はい、コーナリングもそうですし、はい、ハンドルの操作もしやすいなっていう感じはしますね。はい、本当にこう今の
新的なクラウンの一つがやっぱりそのカバリングの良さと、はい、あとは本当に視点の高さですね、そうですよね、はい、ハンドルの操作はマジスタより全然こっちの方が運転しやすいですね、はい、まあ、以前はFR、はい、リア駆動だったと思うんですけども、はい、基本は FF ベースの4輪駆動、電気式の4輪駆動になっているので、本当に今までのマジェスタとの陸地はこう変わってきてるかなと思います。あとなんか包まれてる感じでいいですね、はい、そうですね、やっぱり先ほどの前席が特等席っていうところがこう一つ出てるかなと思います。はい、今ちょっと音が鳴ったのは信号が切り替わりましたっていう形で、ちゃんとこうカメラで認識して信号まで認識してくれる形です。右で左に曲がって、はい、せっかくなんで駐車スペースに駐車してみますか。はい、はい、バックギア右上に上げていただくと、はい、はい、パノラマミックビューっていう形で上から見た映像をプラスされたのでバックカメラも映っております。なるほど、はい、超音波センサー、はい、はい、この後まっすぐ止めやすいですよね。そうですね、はい、で最終確認もできると思います、はいはい、で最後パーキングボタンを押していただくと、あ、はい、なるほど、はい、ありがとうございます、はいはい、いや運転しやすかったです、はい、もうしやすいですね、あの、はい、補助するところがたくさんあるんで、そうですね、はい、もうカメラで見られますし、はい、とコーナーセンサ ー超音波センサーがついているので、まあ、どこかこうちょっと危ないよっていうのもお知らせしてくれるので、うんうん、はい、いろんな面で安全性も高くなっておりますので、はいはい、あとは置くだけ充電、携帯を縦置きで置いていただくと携帯の充電ができます。すごいですね、はい、もう開けてもいいですか。どうぞ、はい、両側から開けられるような設計になっております。本当だ、はい、これめちゃくちゃいいですね。そうですね、はい、運転席側から開けたい、助手席側から開けたいっていうのがあると思います。結構広いですね。そうですね。ところで言うと、まあちょっと今気温が高くなってるかなと思うので、はい、ベンチレーション機能ですね。本革シートにはついてる機能になります。お尻、背中のところからこう風が、はい、出てると思います。え、はい、本革ってどうしても蒸れやすい、とは思うんですが、どっから出てるんですか。手をかざしていただくと分かるかなと思うんですが。あ、すごい。はい、え、これめちゃくちゃいいですね、はい、これは本革仕様の、はいはい、設定になっております。で冬場寒い時は今度はシートヒーターが使えますので、今度は暖かくなります。あ、本当だ、はい、あ、これいいですね、はい、今回本当に男性のお客様だけでなく女性のお客様でも乗りやすいこう車になってるかなと思います。これすごいな、はい、ありがとうございます、はい、すごい良かったです、はい、お疲れ様でした、はい、ありがとうございます。